こんにちは、ヤマです。今回はですね、自由に最近行ってきたんですけども、自由で最高の、リメイクのためのアイテムを見つけましたので、それをリメイクしていきたいと思います。イエイ。はい。まあ、ね、アイテムを紹介していきます。はい。で、今回ですね、見つけてきたものが、じゃん。チェックシャツですね。チェックのパジャマシャツみたいな形のシャツをゲットしてきました。で、これがあと1枚あります。はい。これは2枚買ってきました。まあ、っていうのもですね、これ片方が M サイズで片方が XL サイズになってます。あえてサイズ違いを買ってきました。まあ、リメイクのためにですね、はい、買ってきました。で、これがですね、1枚190円でした。190円。新品で、ちなみに自分すごいチェック好きなんですけども、チェックシャツで、しかもこう、まあデザイン性としても全然悪くない、ここがスクエアなのがちょっと気になりますが、まあスクエア型のシャツで、しかもですね、ここのポケットが2つついてるんですよ。ここボタンあるんですけど、こことここですね、2つついてます。可愛いですよね。このデザインがすごい好きで買ってきました。はい。どういった形で今回リメイクしていくかご紹介していきたいと思います。でね、今回はまあ下手くそながら絵を描いてみました。完成予想図と、あとこのちっちゃい方をどうして大きい方をどうやって切るかみたいな形も描いてきました。はい、ぜひ見てみてください。はい、じゃあまず最初に完成予想図から見せていきます。はい、じゃん。下手くそですねはい、こういった形になってます。で、これはですね、ちょっと分かりづらいと思うんですけども、2枚、使ってて、ここの上のですね、ノースリーブになってるの分かります？ここ切ってるんですけど、このノースリーブとこのショート丈になってる、これが1枚になってるんですよ。なんでこの1枚と、あとこの下のレイヤーされてるものを作っていきたいと思います。で、ここのですね、これ腕なんですよ腕ってない、怖いじゃんね。腕をここ切ったやつがあるんですけど、それをまあ無駄にしたくないので、ここにつけていきます。ただつけると言っても、なんて言うんだろうな、マフラー状にして、まあちょっと説明が難しいんですけど、ここちょん切るじゃないですか。で、このちょん切ったやつを2つこうつなげて円状にして、マフラーでも使えるようにして、で、まあ本当はね、ここ絵では結べるように、結んでるように描きたかったんですけど、まあ画力がないので、こうやって結んだ形にしたいと思います。まあ何が言いたいかっていうと、こういう結ぶじゃないですか。これをここをね、この腕だけバージョンで作っていきます。はい、これがあのトレンチみたいに、トレンチの、ここを結ぶ紐あるじゃないですか、あれみたいなイメージで考えていただけるとありがたいです。はい、そんな形にしていきます。はい、じゃあ早速、まあ今回ね、ほとんど切るだけ、切るだけのリメイクになります。基本的に自分縫うことが苦手なので、綺麗にならなくなっちゃうので、基本的に切るだけで基本作ってます。はい、じゃあまず最初に、いっぱい切る上から作っていきます。上のちゃんと説明もね、書いてきたんですよ。ちょっと見づらいですが、こっちが元々のやつね、この普通のまだリメイクされてない、カットされてないシャツなんですけど、これをここの下の部分、まずショート丈にするために切っちゃいます。はい、まず切って、ただこのポケットがね、せっかく特徴なんで、ポケットは残していきたいなと思ってます。と、腕もですね、ここの腕、ここも切り落としちゃいます。はい、まあ本当にただそれだけですね、最初は。あ、すいませんすいません。あとここですね、襟も切っちゃいます。ここのパジャマ襟のところも切っていきます。はい、まあこのパジャマ襟みたいなところも、後ほどちゃんと、無駄にしたくないので、ちっちゃい方にくっつけていこうと思うので、後ほど、使うのでちゃんと取っておきます。ではやっていきます。ちっちゃい方、違う、大きい方を上にしたいんです。大きい方を上に着たいので、ノースリーブにします。はい、まず腕ね、アームホルダーって言うんだっけな、切っちゃいますね。ここの縫い目
切っちゃうと、縫い目のこう内側切っちゃうと崩れがちだと思うので、この縫い目のギリギリ外側を切っていきます。なんでここら辺からから切っていきます。いいよ、ぜー。まずこれね、リメイク取るのめっちゃ難しいんですよね。困ったな、どうしよう。ちょっと見えづらかったらコメントで教えてください。また工夫して取れるようにします。頑張れ俺、頑張れ。なんかな、レンズもうちょっとこう広角買った方がいいのかな。まあまあこれはね、カメラのお話ではないのでやめておきますが、ちょっとちゃんと考えておきますね。こんだけリメイクの動画出すんであればやっぱ手元を映せる何かしら方法を見つけないといけないですもんね。はい。でまあ結構カット、めっちゃバイクうるさいけど多分音入るんだよな、色照明。はい、まあ本当にただ切るだけなのですぐ終わりますが、なんかさ、腕切るだけとか言ってるとただのサイコだよな。はい、切れました。ここの縫い目のね、外側だけ、わかりますかね、ここの縫い目の外側を切りました。はい、こんな感じです、片方。うん、まあうん、予想通りですかね。はい、あと片方も切っていきますね。はいはい、切れました。本当にこの縫い目のギリギリを狙うことによって、ちゃんとここが縫製されているように見えるので、本当に可能な限りギリギリを狙って切りました。はい、こんな感じですね。うん、ただのノースリーブのチェックシャツになりました。はい、ということで次は襟を切っていきます。ここですね、襟切っていきます。で、襟はですね、逆に縫い目の下を切っていきます。ここ縫い目の上で切っちゃうと襟がちょっとズタズタになっちゃうと思うので、ここの縫い合わせの下の方を綺麗に切っていこうと思います。そう、ほら値段つきっぱなしだったんですけど、90円、見えるかな、190円。いや、ピント合わないじゃん。はい、うん、ピントが合わん、ピントが合わん。もういい、諦めました。まあ190円でした。はい、適当だな、大丈夫かな。はい、っていう形でございます。で、ここですね、折り目がついてるので見えるかな、ここね、ここの折り目がもうすでについてるので、折り目通りに切っていこうかなと思います。この襟の下だけ外して切っていきますね。うん、説明が下手くそだよ。こうやって切ってるとよく、まあ切ってるとっていうか集中しちゃうとね、口が開いちゃうんでね、本当にバレないようにちゃんと閉じてやります開いてないといいな、今気づきました。はい、こうやって切って、まあこれでもうこれ切り終わっちゃえば、まあ半分終わりって感じですかね。早いですね、余裕なんじゃないか今回。いや今回もだけど、そんな苦労して作ったものないですね今まで。じゃあ言うなやってな。はい、できました。付け襟でも可愛いな、これ。ほら、付け襟でも可愛くないですかこれね。付け襟でもいいね。はい、ということで切り終えました。大きい方ですね、襟と袖、はい、切り終えました。したら最後ですね、ここショート丈になるように下を切っていこうかなと思います。このポケットのね、ギリギリ真下を切っていこうかなと。ここが一番下なんですけど、まあボタン3つ目ぐらいかなの下まで切っていこうかなと思います。はい、じゃあ切っていくでい。はい、終えた。はい、切りました。こんな感じでめちゃくちゃショートの
ノースリーブノーカラーシャツになってます。はい、一回着てみますか、これ。うん、これだけでも結構ね、今思ったよりかっこよくなった気がします。はい、こんな感じです。え、これ結構良くない？自画自賛？これこんな感じです。はい、これでもね結構良さそうですね。はい、でこのね下、これが出るのね、そういえば考えてなかったんですけど、これまあスヌードみたいな感じでね、こうやって適当なんですけど着れば使えますよ、こうやって。うん、めっちゃチェック好きな人だけどねでもこれ可愛いよね。うん、こんな感じです。はい、まあ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 、まあ、これはまあ後ほどね、なんとか使うとして、あー髪ボッサボサや。はい、今ね切って出たまあ素材というか残りはですね、腕とあとここの丈短くした時のさっき巻いた下のところです。あー、ひっくり返っちゃった。もうわかんないわかんないわかんない。はいはい、これこれです。はいですね。と、あーごめんなさい、あと襟ですね、襟残ってます。はい、これもねちゃんと全部後々使っていこうと思います。ちょっとエグザイルっぽくない、この丈といい、このサイズ感といい、知らんよって感じよ。はい、で、あと1個新品があるので、まあこれはねほとんど買える予定ないんですけど説明していきます。はいはいはい、よし、はい、小さい方が下って書いてあります。見えづらいと思いますが、小さい方が下って書いてあります。で、あ、全然いじらないでくださいって書いてありますね。はい、ただここだけ、襟だけねちょっと工夫しようかなと思って、ここの襟が二重になるようにつけていこうかなと思います。というのも、ぐしゃってちょっと、さっきのねこの襟の切ったやつをここに、この下に、ここが今襟あるじゃないですか、ここくっついてる方ね、こっちを上に一回まず襟立てますね。でこの下にこういう形でくっつけていこうかなと思っております。こんな感じ、わかるかな、ここ二重になってんの、二重はい、ちょっと違うイントネーションだったんですけど、二重になってます。こんな感じね、にしていこうと思います。なのでここだけ後々縫うことになるかなと思いますが、まあ縫ってるね時間なんて見てても面白くないので、後で縫っておきます。はい、着る前にちゃんと縫っておくので、そこ以外を仕上げていこうと思うんですけど、もう終わってましたほとんど。はい、これは本当に襟だけしか買えないので、そしたら腕ね、腕、さっき言った腕をマフラーみたいにするところをやっていきます。これちょっと見えづらいんですけど、これ余ったやつなんですけど、これをここのね端っこの方ね切り落として、切り落としてっていうか穴をちょいちょいこんな感じで開けていって、そこに靴紐を通していこうかなと思います。まあまずやった方が分かりやすいと思うので靴紐を持ってきますね。はい、靴紐ですね、今回持ってなくて、まだ作る直前に考えたので靴紐まだ持ってないので、今度100均で買ってきます。それゆえ、今回はちょっと違う、まあこれね、エノハリウッドとバンズっていう、コラボのめちゃくちゃいい紐なんですけど、今回はこれで代用していきたいと思います。はい、で、今回さっき言ったやつがですね、ここの上のところにちょいちょい穴を開けていって、そこに靴紐を通していこうかなっていう作戦になってます。なので、切るときはこうやって折り返して、で、まあ適当に切っていこうかなと思います。はい、適当の方が味が出るんじゃないかなと個人的には思っているので、適当でいいんじゃないかな。
でもなんかこう両方を多分揃えた方が綺麗にはなるかもしれないですよね。ちゃんと高さとか位置を、まあ、多分製品化するんだったらそういうところが求められるんだろうなってしみじみ最近思いますね。こう自分でリメイクして、まあ縫製とか、あとまあ素材のこう選び抜きとか大事よなって、まあなんかいつかね、最近すごいリメイクするんで思うんですけど、まあリメイク誰か買ってくれる人が出るようになったらちゃんと作ろうかなと、あ、思ってます。はい、なんか雑談の日みたいになってるな。全然なんか難しいリメイクじゃないと正直ね、別に手元を映しててもって感じかな。どうなんだろう、なんか手元を映すの結構ほぼ初みたいなところあるんで、やっぱつまんなかったらね、申し訳ない、申し訳ないの一言ですが、うん、まあこうするといいんじゃないとか、こうアドバイスとかいただけるとすごいありがた、嬉しいです。お願いします。はい、こんな感じでちょっとずつ一周ねしていこうと思うんですけども、ちょっとめんどくさいねこれということで多分早送りします。では後ほどお会いしましょう。あと片方もやっていきます。はい、できました。まあ間違いなくあの穴の数とサイズが全然違うので、まあ結構合わないかもしれませんが、やっていこうかなと、通していこうかなと思います。はい、どうしようかな、こういう形がいいかな。今ちょっとねラウンドしてるんですよ。ちょっと片方が長くて片方が短いみたいな、こっちが長くてこっちが短くなってるんですけど、あえてこうやってひっくり返してあべこべな感じでくっつけていこうかなと思います。はい、ということで、紐を通していきますね。こういう感じで、切ったところにこうやって通ります。靴紐がこれを通していきます。ここも一回多分うんカットします。はい、終わった時にまた写します。では、ほい、通し終わりました。できましたよ。はい、ちょっとね紐が結構硬い素材で、あのリボン結びした時ちょっと汚いんですけど、まあ本当のねこうちょっと滑らかな、やつを使って、で、ちゃんと丁寧に通して、で、まあ、肩結びとかしたいなと思ってます。で、まあ、ざっくり通した感じ、こんな感じです。こっちはこんな感じ。ちょっと汚いですが、まあ、ちょっと紐がいっぱい出てる方を内側に入れて、で、こうやって、マフラーっぽく使えば、そんなに汚く見えないんじゃないかな。はい。こんな感じですね。うん、こんな感じ、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、バズだ何キャラはい、こんな感じでできました。腕終わり。はい、で下のね、さっきのシャツの切ったところですね、これをまあスヌードみたいな感じで使うのであれば、まあこれはここをこう結ぶね、トレンチの時みたいにこうやって結ぶやつに使いたいなと思います。こんな感じでピヨンってなっちゃうけど、はい、まあ、着ないと分かんないんでね、着ていきます。はい、襟はね後で塗って、でちゃんとこう動画をね、このシャツをかっこよく見せるための、まあ毎回おなじみ、最近おなじみの、まあ、PV じゃないけどこうね、音なし音楽で
かっこよさげに作る動画の時に、ちゃんとつけておくので、今回はこれで大体のこう着た感じっていうのを見てください。まずね、これは普通に M サイズの何もやってないやつです。はい、こんな感じ。まあこれだけでも全然かっこいいな。初めて着ました。試着しないで買いました。はい、で、最初に着て、その上にさっきの XL の肩と、カラーを落としたやつを上から着ます。はい、やかましいですねこれやかましいね。はい、こんな感じ。丈感の違いがちょっと柄が一緒すぎて見えづらいですが、襟もこうやってちゃんと出して、はい、こんな感じ。わかります？この着て襟出した時かっこいいな。うん、こんな感じでございます。ただね、これだけじゃなくて、これガラガラしいマジでこれをまずスヌードみたいにこうやって使って、ほい、これ XL だから切れたな。で、これをこのね、差が出てるところにせっかくなんでもっと差を出したいので、この上のシャツを外して、よいしょ、こういう感じでね切るといいんじゃないかなと思って作ってみました。ちょっとトレンチっぽくなるかなと思います。はい、どう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 、ちょっとガラガラしいけど、でもかっこいいんじゃない？結構ちょっと下げよう。ほら、結構かっこよくない？どうでしょう？これちょっとね置いといて、はい、うん、いいんじゃない？結構で、ここの襟のところが、これがあと1個くっつきます。ガラガラしいですね、ガラガラしいですね。はい、これが邪魔で見えませんがこんな感じです。はい、じゃあ塗って、でちゃんと動画作ってきます。では後ほど、それを今から流すのでぜひ見てください。お時間あればで大丈夫なのでよろしくお願いします。はい、で、まあここねちゃんとつけたところを強調して撮っていきたいなと思います。はい、ということで、また後ほどお会いしましょう。いかがだったでしょうか。思ったよりかっこよくない？300円ちょい税込みプラスで大体200円400円ちょいかな、400円ちょいにしてはかっこよくないですか。なかなかいい出来だと個人的には思います。結構ね面白い感じに仕上がりましたね。ちょっとこれパンツをねもうちょっとこだわると、かっこよくなるんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとガラガラしいですがこの上にアウターとか着れば結構かっこいいんじゃないかな。よし、ということで、今回はですね、まあ発想的には発想的には結構良かったかなと思うので70点ぐらい自分であげたいかなと思います。ちょっと髪の毛がね気
決まんね。うん、髪の毛をちゃんとやって切るともっとテンション上がるんですけども、はい、最近ちょっとね伸びっぱでね、うん、まあはい、いいんですよそれは。はい、ということで、今回の、このリメイクですねが良かったよって方は、グッドボタン高評価よろしくお願いいたします。はい、で、質問だったりとか、あともうちょっとこうした方が、動画的に面白いんじゃないっていう、ご意見いただける方はコメントもよろしくお願いいたします。はい、で、今後も応援してくださる方々は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ということでバイバイ。